前縁は中国の五湖十六国時代に、先碧族の母用によって建てられた国。国語は単に燕だが、同時代に同じく国語を燕とする国が四つあるため、一番初めに建てられたこの国を前縁と呼んで区別する。先碧族母用部の主張、母用は、精神に服属して、先碧の他の部族と構想して、勢力を拡大し、精神より、 戦費と得の地位を与えられた。母王は、両生に定住して、農耕生活を進め、精神の制度を導入して、社会の安定に努めた。だが、その精神が八王の乱などで衰退すると、307年には、戦費大前後を自称して、自立の道を歩み出した。309年12月に、精神の両党軍大使が、 遠い行為を殺害するという内紛に付け込んで、母与は自ら両党の治安秩序の維持に成功した。折しも、精神国内では、霊下の乱が激化していた頃であり、311年6月に、落陽が陥落して、精神が実質的に滅亡すると、漢族には、流民として、両党に逃げる者も,も多く、母与は、流民の受け入れに、積極的に対処して中原文化の導入。 農耕技術の進展、人材の確保に成功した。母養は独自の政権機構を整備するなど、実質的には自立していたが、彼自身は、精神、闘神を尊重して、闘神には、進化の礼を取り、これと連携することで、両党と両政の制圧、あと、長との対抗などを行った。333年5月に、母養は死去し、この母養が後を継ぐ。 しかし同母帝の母陽一氏が認めずに反乱を起こし、2年以上に渡って続いた。弟の反乱を平定した母陽は337年9月に縁王に即位した。正確にはこれが前縁の成立である。母陽も父親同様に、当身の総試権を承認し、正式に当身による王位授与を求めて341年に実現した。 337年11月に、戦費乱舞、338年5月に後、朝の攻撃を受け、特に後者は内通者を出すまで苦戦となったが、母用つとむが奇襲をかけて撃退し、中原の支配権をめぐって後、朝と争った。この勝利で、前縁は後朝に逆進行をかけるようになり、340年10月には、後朝領の茅山で侵略して、 かつての南部の領域と三万戸を獲得342年に母校は龍城に戦挙した。東方では高栗と対戦し339年9月の侵略を手始めに342年には攻勢をかけて高栗の首都の国内城を破壊して古国元王の母と妻を捕獲する大戦果を挙げたため343年に高栗は前燕に服属した。 344年1月には、右門部を滅ぼし、中国の東北方面に、格好たる地盤を築いたのである。母葉は348年9月に死去し、第二代には、この母葉春が継いだ。349年に、石虎トラが死去した後、朝では行為をめぐる内紛が激化し、それを見て前縁は350年1月から20万の大群を動かした。あと朝は、 迎え撃つどころか、石虎の妖孫の全民の反乱が起こり大混乱状態であったため、あざみ、繁栄などを占領下に置いた。あと超滅亡後の352年4月、母葉つとむを全高志聖伐に向かわせ、これを滅ぼし、あと長領の頭部を占領下に置いた。この勢力拡大を背景にして、母葉春は352年11月に中山で皇帝を称して、 元寺という年号を立て、東神から送られていた死者を追放して、東神からの事実上の独立を宣言した。その後、前縁は、母葉務の指揮の下で、あと、長や南部の残党を平定し、357年には、行二千とした。しかし南には東神、西には前進が迫りつつあり、また領内にもあと、長残党が、なおも、執拗に抵抗するなど、 カナンに勢力を拡大しながらも、外圧や内遊などで、安定政権とは言い難い一面もあった。母養春は、前進や東進との三国定律に決着をつけようと、大規模な軍備拡張を行ったが、360年1月に死去して挫折した。第三代には、この母養が継いだが、若年のため実験は、おじの母養つが握った。母養つは、賢人でお よく補佐しながら前縁の勢力を徐々に南方に拡大。364年8月には東進から落葉を奪い、366年までに純北をほぼ制圧し、前縁は前世紀を迎えた。367年5月、母葉務は病死し、実権がその叔父の母葉表に移ったことから、前縁の崩壊が始まる。この母葉表は、周賄政治を行って前、 ツバメを腐敗させた。前縁の急速な弱体化を見た、闘神の関音は三度目の北伐を行って前、ツバメに侵入した。この関音の侵攻に弱体化した前縁軍は敗戦し続け、母葉は竜女への関東を検討するまでになる。だが、母葉のおじの母葉水が関音と対峙し、さらに、前進に領土割動を条件に援軍を求めることで対抗する。 母用水は前進軍到着の前に冠王を撃破し、母用水が新たな実力者として前園では対等し始めるが、それを憎んだ母用表により母用水は排除を図られたため、やむなく前進に亡命した。母用水の出本で前、ツバメを支える大黒柱はいなくなり、逆に前進は皇帝の府県や最小の大毛らにより、皇帝に出て、まずは、 落陽が大毛により奪われた。370年9月、前進は6万の軍を動かして前燕に攻勢をかけ、前、燕も40万の軍を母様兵に与えて対戦させた。だが、信用や上等などをもだった都市が次々と攻められ、11月には府県自ら率いる10万の侵攻を受けて、首都の行は陥落し、 母陽は捕獲されて、前身の首都長安に連行され、前縁は滅亡した。前縁は、河北の騒乱により発生した、漢人の流民や、在地の漢人を積極的に受け入れることで、官僚機構を構築、さらに中原の進んだ、農耕技術や文化を導入して、独自の政権を形成した。また母陽の時期には、大夫、大の保つ、大志、大尉、 大芝、首都、四空の八甲を頂点とする中央の支配機構が構築され、以後名実ともに中国を浄化していった。人口に関しては次の統計がある。中華統一を目指した母養春は、不評150万人の徴兵を図っている。また、全身が前、ツバメを滅ぼした際に入手した前園の戸籍によると、370年の 前園の人口は998万7935だったと記録されている。これらの統計から、仮に、王朝末期の騒乱で、多大の戦災者が出ていたとしても、前園の前世紀における人口は1000万をなおに、超えたであろうことは、想像に難くない。母用、猿王を自称。列祖によって、大祖文明ミカドと、追放された。 別ツソカゲアキテイユーミカドだて、キハット ABCD みさ岬、5個16国、中国市場の民族大移動、P71ABCD みさ岬、5個16国、中国市場の民族大移動、P72ABCDEFGH 岬、五き、5個16国、中国市場の民族大移動、P73ABCDEFG 岬、五き、5個16国、 中国史上の民族大移動、P74AB 山本、中国の歴史、P95 ハット ABCDEF 岬、五個十六国、中国史上の民族大移動、P75 ハット ABCDEFG 岬、五個十六国、中国史上の民族大移動、P76、ありがとうございます。